お疲れ様です。よしお PC です。今日は9月1日がちょっとしんどい、マジで辛いっていう人向けにお話しします。9月1日がやってくることで、今すげえ気分が落ち込んでいたり、あ、やだなと、もしかしたら最悪なことを考えてしまっているような人、一旦落ち着いて、とりあえず逃げてしまいましょう。まず、逃げることにもエネルギーはいるし、例えば不登校だったりね、会社に行かなくなったりと、いろいろと社会から少しこう角度を変えて進むっていうのはかなりエネルギーを使うことではあるんですね。で、周りの人に相談できればした方がいいとか、あんまり悩まず楽しいこと考えた方がいいっていうこと、いろいろと言われたり考えたりすると思うんだけど、やっぱり全部エネルギーがいる。だけど、とりあえず逃げてみてほしいと。で、大人になれば、例えば新しいバイトができたり違う仕事を選べたり、やりたくないことは自分の責任のもとでやらなかったりと、いろんな可能性と行動の幅は広がるんだけど、まだまだ若いうちはその世界が少し狭いから、辛いことが一気にドーンと押し寄せてくる。それわかるんだけど、とりあえずどうしても最悪な決断とか、万が一ちょっと魔が差したとか、そんなようなことが自分の中に起こってしまうんじゃないかなって思ったら、とにかく逃げてください。ちなみに、1日逃げて、1週間逃げて、1ヶ月逃げて、1年逃げて、3年逃げてと、不思議なもんで、辛いこととかはね、やっぱり逃げても忘れられないんだけど、干支が一周する12年ぐらい経つと、良かったことも悪かったことも意外と忘れる。大人になると、ふわっと忘れる。写真とか見れば思い出したりすることあるんだけど、まあ忘れたいことはね、パッと忘れていける。どんなに長くても、干支が一周と。そのぐらいだけこうね、うまく逃げていったり、自分の適した環境の方に身を置いていくっていう、そういう器用さっていうものを、ぜひ、まあ、大変だと思うんだけど、一番辛い時にそんなこと言われてもって思うかもしれないんだけど、ちょっと一回ね、なんか、思い出してほしいなと、頭の中に入れといてくれたら嬉しいなと、そんな風に思いました。まあ楽しいこととかなかなかねいっぱいあるから、もちろんそれが見つからない人もいると思うんだけど、漫画だっていいし、アニメだって、映画だっていいし、まあ音楽だっていいし、ダンスだっていいし、もっと全然くだらないことだっていいと思うんですよね。とにかくまあなんかやんなきゃいけないこととかに追われてたり、自分がこうしなきゃいけないっていう気持ちに押しつぶされそうだったり、自分の不甲斐なさとか、なんで俺こんなんなんだろうとか、自分を責めたりするぐらいだったら、もうゴロゴロしてフラフラして逃げてしまってくださいと。まあね、時にですけど、音楽とか聴いていても強烈な歌詞で救われることもあると思うし、逆にその歌詞で思い詰められちゃうこととかもあるかもしれないんですけど、ただただぼーっとしてできる限りネガティブなイメージとか、変にポジティブなイメージとか、そういうのを抜きにして、テクノミュージックはただただあなた自身に寄り添うと、そういうような音楽だったりするので、ずーっと無機質な音を聞きながら、最初はなんか味気ないな、つまんないなって思うかもしれないんですけど、最終的には自分と向き合うことに一つ役立つのかなと、まあそんな風に思ったりもします。そしてまあ逃げて逃げた暁には、大人になってまたその後輩たちに、辛いことあったら逃げちゃったらいいよみたいな話をね、こうしてあげられるような、それだけでこう一つ、いいことって言えるのかわからないけど、まあ、大事なことかなということで、今回はお話ししてみました。まあ、もしよかったらまたよろしくお願いします。待ってます。